お久しぶりです、タケミチ君。え、なんと、あなたはタイムリープしたんです。タケミチ君にはもう一度タイムリープしてもらいます。タイムリープの方法は僕との握手です。次にタケミチ君が戻ってきた時、この世界で姉さんは生きていると信じてます。俺にできるとは思えないぞ。あなたが運命を変えてください。俺さ、ナオト、そんなバカな、タケミチ君帰ってきちまった。ってことは過去に行けたんですね。やっぱり握手がトリガーだったんだ。お前なんであそこにいたんだよ。え、何のことですか。